それではですね、行きたいと思います。今日は木曜日なので、ツイキャス、そして LINE ライブですね。はい。それでは。今日は1月、5日、木曜日。一人よりも二人が良い。共に労苦すれば、その報いは良い。コヘレト4章9節。このコヘレトというのはですね、新改訳では、伝道者の書となりますね。You are better off to have a friend than to be all alone, because then you will get more enjoyment out of what you earn. 英語だとエクレシアステス。ちょっと言いにくいですね。エクレシアステスというんですね。You are better off to have a friend than to be all alone, because then you will get more enjoyment out of what you earn. 一人よりも二人が良い。共に労苦すれば、その報いは良い。そういう言葉ですね。では、行きましょう。今日も、天気です。今日も天気ですね。今日は5日ですから、会社に行く人がポツポツいますね。学校はまだだと思うんですが。会社に行く人がいると思います。はい。今日はどこに行きましょうか。そうですね。まだ考えてないんですね。どこに行くか考えてないんですが。そうですね。どこに行きましょう。そうですね。歩きましょうかね。まあ、とりあえず歩きましょう。人生において、人間関係はとても大事です。そしてその人間関係というのは、神様との関係を表しているのではないでしょうか。つまり私たちが、その愛し合うということは、まず神を愛する。神様を愛するということの中で、その人間関係が一つの、まあ、モデルというか、争うとか、喧嘩するというのは、神様との争う、神様と喧嘩するということを表しているのではないでしょうか。そういうわけで、イエス様が、隣人を自分のように愛せよというのは、まさにその神様との関係、そして人間関係、それはまさに、神の国というか、罪の世界っていうのは、結局、その神様との関係が良くない。そして、人間関係も良くない。神様との関係も良くないし、人間関係も良くない。まあ、それが、なんて言ったんでしょうか。この世と言ったらいいでしょうか。罪の世界と言ったらいいでしょうか。おはようございます。おはようございます。コメントがちょっと切れちゃってるのかな。はい。
リーチェルさん、リンさん、イクハさん、ヤコさん、クスヤマさん、はい、ありがとうございます。おはようございます。あ、どうも。おはようございます。今日は少し寒い。あ、風が冷たい。風が冷たい。ね、風が冷たいね。そうです。でもまあ、ね、風は冷たいけど、ちょっと、緩い感じ。うん、まあ気温はね、今日予報でも暖かくなる予報だし、そうです。お日様が出てくるとね、はい。だいぶ変わってくると思う。ああ、そうですね。風が強い。風が強い。冷たい。あ、今日からですか？仕事。今日から。いや、昨日が仕事始め。昨日が仕事始め。ああ。この頃は自転車で来る人が少ないから、放置自転車減りましたよね。減りました。うん、ああ。そうですか。まあ結構なことだからね。まあそういう習慣になったというかね。うん。まあそれと、ここはほら、有料の駐車場がところにできたでしょ。うん。うん。その影響もありますよね。そうですね。うん、持ってかれちゃうと困るという、ね。ああ、ね、もう100円でね。はい。100円で済ませれば、放置して、持っていかれて、3000円近く、ちょっとあることを考えたら。ああ、そうですか。取りに行かなきゃいけないんですよね。そうそうそう。そう、それ大変ですよね。そう、大変です。2017年。新しい年ですね。そういうことですね。はい。今年は素晴らしい年になると。まあいいんだけどね。信じましょう。祝福は、ね、神様から来ますから、ぜひ期待してください。ね、イエス様から素晴らしい祝福が来ます。来るでしょうか。はい。それを期待しましょう、はい。はい。イエス様に期待しましょう。はい。それじゃあまた。はい、どうも。はい。ちょっと、ごめんなさい。イエス様に期待する、イエス様に期待する、それはとても大事ですよね。ラインライブの方、昨日はですね、やはり設定が自動的に変わっちゃって、画質が良くなっちゃったんですが、今日はまた画質を、ね、低くしてますので、放送の方は安定するんではないかなと思います。そういうわけで皆さん、イエス様が教えたいのは、神様と良い関係を持つ。神様と良い関係を持つ。それがとても大事なんだよ。神様と良い関係を持つことによって、人間関係も良くなるんだよ、ということなんですね。ツイキャスが一番いい。ユウさん、そうですか。ちょっとまだ朝日がそんなに出てないんですけど、これから朝日が出てくるんではないかと思うんです。そうですね。私たちは、この世界の中で、神様を見出し、そしてその神様と共に歩むことによって、人間関係が祝福され、神の愛で愛し合うという、神の愛で愛し合うという、父なる神がその、まあ、私はまだ天国に行ったことはないんですけど、天国行った人の話がたくさん聞けるんですね。で、その天国行った人の話によると、ね、
本当に、その愛し合う世界、神の愛で愛し合う世界、まさに全ての人が、ね、全ての人がこのそうありたいというか、全ての人が愛し合う関係の中で生きるべきなんですけど、そういう、まあ、いわゆるこの世でいろんな問題があります。いじめとかパワハラとか精神的な苦痛とか、この世で、ね、この世にあるいろいろなさまざまな問題がない世界、それが神の国と言ってもいいでしょう。そういう、多くの人が望んでいるようないい社会とか平和な社会とか、そういうものを望んでいることが、まあ、その通りになる、ね、もう戦争も犯罪も、争いもないような社会、もうそれが神の国と言ってもいいでしょう。にゃこさん、本日の御言葉、一人よりも二人が良い、共に良くすればその報いは良い。もうそれはですね、結婚ということも入ってると思います。まあ、結婚だけではないと思いますけれども、私たち兄弟姉妹が愛し合う、兄弟姉妹が愛し合うところに素晴らしいことが起きます。まあ、ビジネスとか貿易ということがですね、直接的な愛し合うことではないんですけど、一つの、あ、朝日出ましたね。朝日が出ました。ちょうど今の、あ、猫もいますよ。猫もいますね。にゃお。にゃお。にゃお。その私たちの人生はどうあるべきか、私たちの人生はね、どういうことが大事なのか、その神様との関係がないために愛し合うことができない、愛し合うことができない、助け合うことができない、まあ、そういう、その、この人類の、またこの社会の一番の問題点、一番の問題点、それは神様との断絶による、神様の断絶による様々な人間関係の、まあ、喪失といったらいいでしょうか、断絶といったらいいでしょうか。愛し合うことができない、神の愛がない、そういうことの中でいろんな問題があると思います。ですから私たちは今イエス・キリストに会って愛し合うことを学んでいます。一人よりも二人が良い、共に良くすればその報いは良い。私たちはこの人生の中で兄弟姉妹と協力して、兄弟姉妹と仲良くして、この一緒に、一緒に歩む、一緒に歩む、私たちは神の国を求め、その本当に神の愛を表す、私たちはその、自分のように隣人を愛する、自分のように隣人を愛する、私たちはそのような素晴らしい目的を知ります。また目標があります。多くの人は何をしたらいいのか、
何を求めればいいのかわからないで、歩んでいますけれども、しかし私たちはそういう素晴らしい目標、素晴らしい目的を持っています。太陽がこの、昇って夜明けが来るように、太陽がこの全地を照らすように、私たちはイエス様の光、イエス様の愛が、この全地を、全地に輝くことを本当に期待します。クスヤンさん、人を愛するということがわからなくなってきています。人を愛することがわからない、共に同期し共だれしそうになって別れたことがあります。シンガポールに行く予定でしたが寝たきりになってしまい別れました。そうですか、まあ、共に、共に、その同居するというのはやっぱりこの神の愛で愛し合う、神の愛で愛し合うということが、大事ではないかなと思いますね。人間的な関係ではなかなか、愛し合うことができないんじゃないでしょうか。意外と暑いですね。ちょっとごめんなさい。意外と暑くてマフラーいらない感じですね。人を愛するということがわからない。そうですね。わかりやすいのはですね、第一コリント13章にありますね。愛は寛容、愛は親切、愛は、あ、リチルさん、おはようございます。愛は、自慢しない。愛は、不正を喜ばず、真理を喜ぶ。そういう、愛の形ですね。神の愛の形。まあ、その、もちろん愛っていうのは、この目に見えない、その心の動機ですけれど、それは信仰を持って、絶えず私たちは、その信仰による、その、信仰によるですね、なんて言ったらいいのかな、訓練、愛することの訓練の中で、初めて信仰によって、だんだん、神の愛で愛し、愛することができるようになってきます。信仰がなければ、聖霊様が働きます。神は愛です、ね。神は愛です。ですから、その、神の愛をもってして初めて人間関係が成り立つんです。ですから、私たちはイエス様を信じて、イエス様を信じて神の愛を受けなければなりません。にわこさん、やはり信仰結婚大切です。そうですね。神の愛のない関係は、本当の関係にならないと思いますね。一時的にいい関係のように見えても、それは、もし動機が不純ですから、利害関係が起きたとき、その関係が壊れると思います。多くの人間関係が壊れるのは、その絆が、不純な絆、正しくない絆の上に、そういうトラブルがあった時に壊れてしまうんです。でも皆さん、人間関係が壊れるって嬉しくないですよね。まあ離婚とか、絶交とか、そういうことは悲しいことです。はい。ルカさん、こんにちは。今日、私の、この、なんて言うんでしょうか。
影と言いましょうか。影。影が綺麗に映っております。ですから私たちは、兄弟姉妹愛し合いますけど、ね、そのこの世と違って私たちの関係は続く関係を、持つべきだと思います、兄弟姉妹が、ね悪い関係になるというのは、とても辛いと思います。この世は虚しいです。老い死別れは避けられません。ですから私たちはこの世にその自分の、心があるのではなく、私たちは天国に心を向けます。天国には老いも死もありません。別れもありません、天国は永遠の関係ですから、私たちの心は失望しないのです。運命ってありますか？運命。そうですね。私たちは神の摂理という言葉がありますね。神の摂理。または神のご計画。または神の御心という感じで。この世でいう運命とちょっと違うと思うんですね。今頃そのまま続いていたらインドに住んでました。そうですか。じゃあヒンズー教になってたかもしれませんね。危なかったですね、むしろ神様がその関係を壊してくれたんじゃないでしょうか。今ニャコさんがヒンズー教徒じゃなくてクリスチャンとして歩めることは素晴らしいです。人に嫉妬されることが多いのでどうすればいいでしょうか。嫉妬されることが多い。そうですね。ああ、今日は景色が綺麗ですね。嫉妬されることが多い。まあ嫉妬することはね、もうそのちょっと私たちは心をチェックして嫉妬されないようにしなければなりません。でも、その嫉妬されるということに関しては、それは、相手のことを祈ってあげて許してあげるしかないのかもしれませんね。嫉妬する人を許し、自分は嫉妬しないように、自分は人に対して、悪意を持たないようにすることが大事でしょう。にゃんこさん、ヨガやってたので危ないです。そうですね。ヨガからヒンズー教になってしまう可能性がありますね。はい。画面がちょっとあれですね。これ画面が大きすぎるのかな。ちょっと画面を小さくします。こうした方がよく見える。おはようございます。救われたいです。アメン。救われます。救いとは何でしょうか。救いとは、イエス・キリストを信じて、神と共に歩むことです。神と共に歩むことです。本格的なヨガをやってみました。一時はこれだと思いました。でもイエス様がいないと虚しいです。アメン。そこですよ。そこですよ。その多くの宗教は、ね、いいとこがありそうに見えますけど、結局は神がいない、イエス様がいない、十字架がない、そういうふうに考えているのではないでしょうか。友人が子供の時に求めるのは神様ではなく学力と友人だと言ってましたが、どうですか。世の中ではそうですね。世の中が、求めているのは、その、
学力と友人だと思います。でもそのようなこの世の友人っていうのは結局は本当の愛じゃなくて、自分の何て言ったらいいでしょうかね、まあある意味では何て言ったらいいでしょうかね、愛するものを愛するみたいなね、愛するものを愛するような関係です。イエス様おっしゃいました、愛するものを愛したからといって何の得があろうか、愛するものを愛したからといって何の得があろうかと、そういうことをイエス様おっしゃいました。敵を愛するような、はい、ちょっと風が強いですね。どうしましょう、ちょっと風があるのでちょっとごめんなさい、野原に行こうと思ったんですけど、風がありそうですね。ヨガは危険ですよね。アサラ・ショウコも、ヨガで頭が狂った。クリスチャンヨガって何ですか？そうですね、クリスチャンヨガ、クリスチャンがやるヨガのことなんですけど、私はね、ヨガは良くないと思いますね。野田さんが、神社お寺に行ってる、まあ、まだ彼はねそのことを知らないんだと思いますね。良くないってことを、まあ、ちょっと言わなきゃいけないかもしれませんが、まだそのことをね、伝えてないのかもしれませんね。山本さんおはようございます。ヨガが体にいいのは嘘なんですか？まあ、体にはいいでしょう。体にはいいでしょう。しかし、魂にも悪いですね。魂にも悪いです。体にはいくらかはいいでしょう。しかし、大事なのは、ね、魂にどうかということですね。神社仏閣には絶対に行きません。アメン。神社仏閣には絶対に行きません。そうです、そういうことですね。だから、その偶像崇拝、偶像崇拝というものが、ね、神様の礼拝じゃなくてその悪魔崇拝なんだ。悪魔が偶像崇拝させたいんだ。悪魔が偶像崇拝させたいということは、要するに、いいですか、これ大事ですよ。悪魔は、なぜ悪魔になったかというと、神様じゃなくて自分を、ね、自分を礼拝してほしくなって、天国でですね、天使長が自分を礼拝してほしくなったので、それで堕落したんです。ですから、多くの人間もですね、もう、その自分を崇めてほしい。自分を、ね、礼拝してほしいという人がたくさんいるのは、それは悪魔の心なんですね。悪魔の心です。解説書ですか。聖書の解説書といっても立場があります。で、カリスマ派の立場で学んでくださるといいですね。カリスマ派の立場の聖書。それちょっとですね、説明がいるので、本屋で売ってるのは、いろんな宗派のがありますから、どれでもいいわけではありません。はい。
ヨガは霊的に自殺行為と聞いたことがあります。ハードな運動ではなく、誰でも気軽にできて、セレブが、はい、幼い頃は神社やお寺に近づくだけで頭が痛くなりました。あ、ラムさん、おはようございます。ラムさん、おはようございます。ドラゴンボールスーパーを見てましたが、神を侮辱してるのを見るのをやめました。アメン。相模大野に住んでいるので、今度恋愛に伺いたいと思います。どうぞ来てください。どうぞ来てくださいね。はい。バナマさん、おはようございます。ここの景色もいいですね。空は本当に青くて。まあ、1月の天気というか、1月のね、青空というか、まあ、そういうお正月っぽい感じはありますね。光の輪でヨガを学びましたが、精神が安定するのは事実ですね。プラナヤーマという国境があります。でもダメなんですよね。はい、ダメなんですね。一見いいように見えても、一見いいように見えても、それは神様との関係ではないんです。それは結局悪魔との関係なんですね。宗教というのは悪魔が人々をそのイエス様から引き離して、悪魔を礼拝させるためにあるものなんですね。僕も引きこもりが治ったら LTL に礼拝に行ってもいいですか？もちろんいいですよ。来てください。もちろん青い空を見せてください。そのですね、多くの人はですね、まあ、宗教はね、宗教はどれも同じみたいな、気持ちがあると思うんですね。どの宗教も大して変わんないんじゃないかな。まあ、宗教は何かということを多くの人は、勘違いしています。最近 AV 全部捨てることができました。信仰ってすごいですね。アメン。アメン。素晴らしいです。なぜ木曜はニコ生しないんですか？メインテナンスですね。木曜はメインテナンスがあることが多くて。まあ、それで、木曜はツイキャス一本でやっておりますね。はい、まあ、そういうわけで皆さん、いいですか、いろんな宗教があるように見えます。いろんな神がいるように
思います。多くの人はですね、どの宗教でもいいんじゃないか、ね、なぜキリスト教だけなのか、その部分が分かっていません。いいですか、この霊的戦いというのは、神様に対して悪魔がですね、イエス様を信じたり、イエス様を礼拝することを妨げて、悪魔がですね、悪魔を信じる、悪魔を礼拝させようとしているという構図、そういう、その力が働いている、それが霊的戦いです。ですから多くの人は知らず知らず偶像崇拝をさせられている、お金を愛することも、ね、恋愛することも、自己中になることも、それは全部悪魔が、人間がその偶像崇拝をさせるためのその手口なんですね。この放送を初詣に来てた人たちに教えたら、素晴らしいと言って涙を流してました。本当ですか？そうですか。キューちゃん、土曜の夜はどうして放送しないのですか？やはり日曜日の礼拝があるということが一つですね。そしてやっぱり、一週間ずっと、ね、放送し続けるのではなく、やっぱり休みも必要だと思います。特に土曜日はですね、安息日といって、まあ、旧約の安息日。クリスチャンにとっては日曜日が安息日ですが、旧約聖書にとっては土曜日が安息日ですから、クリスチャンもですね、土曜日、なんていうんですかね、休むということはいいことではないかなと思います。今年2017年は、マルティン・ルターの宗教改革から500周年に当たります。はい、そうですね、今年9月の下旬にですね、私たちも、宗教改革500周年の集会をする予定ですね。講師に、カルロス・アナコンディア、アルゼンチンの、カルロス・アナコンディアという方を招いて集会をする予定です。礼拝の準備は大変ですか？そうですね、福音派の時はですね、こういろいろの礼拝の準備、メッセージの準備で下調べしたり、いろんなことを考えました。しかしカリスマになってからは、そういうその情報とかそういうことじゃなくて、油注ぎですね。油注ぎのあるメッセージを心がけています。聖霊様によってメッセージをする、聖霊様によってメッセージをする、そういうことをカリスマになってから心がけます。顔出し NG なんですが、それでも日曜日礼拝 OK ですか？平日にも礼拝とか勉強会ありますか？木曜日に祈り会がありますね。で、日曜日はですね、カメラの後ろにいれば大丈夫ですね。顔出なくて大丈夫ですよ。アスカ時代にタイムスリップする初夢を見ました。キラキラした青い空でした。美しい天使、燃える太陽、天国気分でした。夢に意味があるんですよね。意味があると思いますね。祈り会有料ですか？無料ですよ。無料です。無料ですね。はい、心配ありません。無料です。はい、おはようございます。ナス、何でしたっけ？ごま？ごまじゃないな。ウリ、ナス、ウリ。スイカ？わかんない。リーさん、おはようございます。はい。まあ、そういうわけで、皆さん、私たちは、
イエス・キリストを愛するか、偶像を愛するかなんです。多くの人は結局なんだかんだ偶像を愛してるんですね。お酒を愛する、ゲームを愛する、アニメを愛する、自分の趣味を愛する、結局それは偶像なんですね。あ、向井さん、おはようございます。多くの人は結局はなんだかんだ偶像を愛しています。そこで私たちは、その偶像ではなくて、イエス様を愛する。イエス様を愛するということこそ大事なんだということですね。ぜひ皆さんがこの放送に来て、イエス様を学んでる、イエス様の教えを学んでる、それはイエス様を愛するということです。親父の愛することも偶像ですか？偶像です。車ばっかり関心があって、車ね、車のことしか考えなければ、車が偶像ということになります。クロさん、おはようございます。皆さん、両方愛します。イエス様は二人の主人を使えることできないとおっしゃいました。二人の主人に使えることはできない。私たちは一人の神、一人の主人にしか使えることはできません。はい、それではですね、明石タイム行きましょうね。明石タイム、はい、明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、今日はバイトの面接です。逃げたいです。イエス様を信じて、偶像崇拝が良くないってことが分かった。初詣が良くないってことが分かった。イエス様を信じて、その私はいろんな偶像を持っていた、いろんな偶像を持っていたということが分かったかし。イエス様を信じて、偶像を捨てるようになった証。スタート。八百万の神がいるよ。いえいえいえ、800万も神がいたら大変ですよ。神様はたった一人です。ナブさん、今年も神社仏閣に行きませんでした。アメン。以前は AV が好きだったけど、偶像崇拝やめて全部捨てることができました。アメン。結局信仰を持ってですね、イエス様に対する信仰を持って、心がきれいになるということはね、その偶像も捨てていくということでもあります。クリスチャンといっても、偶像を持っていることがあるんですね。このことは破れない、このことはちょっと続けたい、この趣味は、捨てることできない、そういうクリスチャンでもそういう偶像があるんですね。そういう偶像を捨てる必要があります。霊柩車が通ると親指を隠すのをやめれました。それもあれですよね。何でしょうかね。意味のないことですよね。迷信ですよね。迷信。もうお金なんて必要ない、バイトの面接行くのをやめました。アメン。アメン。私たちは自由です、ね、私たちはもう、重労働から解放された、奴隷から解放されたんですね。私たちはもう全てのことにおいて自由なんです。イエス様に従うことにおいて全てのことに自由になります。苦しくて自分を着飾って生きてきました。もう一人で歩けません。
愛のない一人舞台はもう耐えきれないです。そうです。見栄を張って、見栄を張って自分を偽って、片意地張って自分を自分でよく見せよう、自分でよく見せようという、そういうことから解放されましょう。磨いたいのは治りますか。神様に不可能はありません、ね。神様に不可能はありません。今日は午後からでしたか。3時からですね。3時ですね。来てください。来てください。にゃこさん、スピリチュアル系ニューエイジやめました。アメン。よかったですね。まあ、それも偶像ですね。スピリチュアルという偶像。かなり危険な偶像ですね。ニューエイジはかなり危険な考え方です。妹が堕胎をやめました。ちなみに子供の父親、実の父親です。そうですか。でも、それでも、ね、中絶を、やめることが大事ですね。この放送を家族で見ています。母はイエス様中毒になっています。アメン。素晴らしいです。もう親子で、ね、親子で信仰を持つならば、それは、素晴らしいです。山本さんを通して救いが家族に入ったんです。山本さんを通して救いが、家族に入りました。あかりんさん、なかなかライブ来れなくてすみません。あ、でも、今日来てくれてありがとうございます。LINE ライブ、にぎわってきましたね。久々に見ました。バイトの面接サボってエルテル行きたいです。アメン。あ、どうも。地獄だけが理解者、とんでもありません、ね、悪魔は理解者のふりをして、人々を騙します、悪魔はですね、ヤクザみたいなものです、ね、最初は甘いことを言ってですね、引き寄せてあと騙すわけです、悪魔に騙されてはいけません。ため息つくのやめれました。エホバという犬と何が違うんですか。そうですね、難しいんですが、まあ、そのイエス様が神じゃないということですね。イエス様が神じゃない。私たちはイエス様が神だと考えます。はい、赤西さん、LINE ライブと続きますね。木曜日は一応そういう、土曜日はですね、LINE ライブだけなんですね。土曜日は LINE ライブだけなので、ぜひ、あさっては LINE ライブ来てください。亡き祖母が貼ったトイレの神様のお札、占いの本、オラクルカード捨てました。アメン。アメン。思いっきり捨ててくださいね。そういうものは思いっきり捨てるんです。良くないものはね、もう思いっきり捨てちゃうんです。いろんな人にですね、それを言います。宗教の本、宗教の本、成功本、その哲学の本とか、そういう、ね、信仰的に良くないものはどんどん捨てちゃいましょう。どうして土曜日はラインだけなんですか。そうですね。木曜が一応まあ、木曜がツイキャスの日、
土曜日がナインライブの日ということでやっております。 D さん、これを見たら元気が出ました。仏教徒にも効果があるの。はい、イエス様の話を聞くだけで、イエス様の話を聞くだけで元気になるんですよ。昨日母と一緒に神棚撤去しました。ハレルヤ、素晴らしい。山本さん素晴らしいですよ、ね、霊的に何か変わってきますよ。素晴らしい。油すぎを受けるとサタンに騙されなくなるのでしょうか。油すぎを受けると強くなります。油すぎを受けると力が与えられ強くなると書かれています。ツイキャスが慣れてるからやはりツイキャスは好きですね。そうですね、まあツイキャスの方が慣れてますね。 LINE ライブは毎日ですか、いつからですか。 LINE ライブはですね、朝7時と夜8時両方やっております。朝7時と夜8時ですね。土曜日、土日はですね、土日は夜がないですね。夜がない。で、日曜日は朝10時半からですね。日曜日は朝10時半、礼拝ライブだけです。土曜日は朝の7時の LINE ライブだけです。月曜から金曜までは朝晩あります。朝晩あります。ちょっと複雑なスケジュールでごめんなさいね。もうややこしいスケジュールです。ゆうさん。毎朝のキューちゃん牧師のお話で活力をいただいてます。感謝です。アメン。アメン。私ではないんですね。私ではなく、私の言葉を通して油すぎがあるんです。油すぎがあるなら言うは言いませんね。アメン。牧師さんはいつ休んでるんですか？そうですね。土曜の夜、日曜日の夜休んでますね。土日の夜、休んでいます。LINE ライブでもお見かけしました。はじめまして。あ、この方ですね。はい。ぜひ皆さん、私たちに必要なのは、神の力です。神の力が必要なんですね。皆さんが、この放送に来るの、なんとなく感じる神の力、なんとなく感じる油すぎ、そして御言葉が力なんです。御言葉が力です。その御言葉を聞くと元気になります。多分そのくらい御言葉を聞くと元気になります。ありがとうございます。御言葉を聞くと元気になります。私たちは肉の力ではなく、肉の力ではなく、神の力で生きる。神の力で生きる。神の力で生きるんです。ぜひ皆さん、さっき偶像崇拝の話をしました。偶像崇拝をすると悪霊が入ってきて、苦しくなったり、ね、辛くなったり、やる気がなくなったりするんです。そしてイエス様を礼拝すると元気になり、イエス様を礼拝すると、心が軽くなり、イエス様を礼拝すると聖霊に、聖霊、要するに油注ぎがあって、その油注ぎっていうのはイエス様を礼拝する結果なんです。イエス様を礼拝することによって油注ぎがあるんです。偶像崇拝はその反対なんです。偶像崇拝はその反対なんです。牧師さんは牧師になって幸せですか？最高です。最高です。
ものすごい幸せですね。ものすごい幸せです。油すぎ、そうですね。油すぎです。ぜひ皆さん、このことを理解してください。偶像崇拝は、悪霊が入ってきて、病気になったり、苦しくなったり、逆に油すぎがなくなっちゃうんです。偶像崇拝をすると油すぎがなくなっちゃうんです。多くの人はそれを知らないで、偶像崇拝をしています。初詣がなぜいけないか。初詣がなぜいけないか。皆さん、わかるでしょ？わかりますよね。ぜひ、皆さん、イエス様を信じる理由、なぜイエス様を信じなければいけないのか。それは、偶像崇拝から逃れるため、私たちの心から偶像を取るために、罪を洗うために、神の良いものを受けるために、どうしてもイエス様を信じる必要があります。ぜひ皆さん、そういう、本当の生き方、本当の生き方を知ってください。お招きをしましょう。今日の放送を見て、偶像崇拝から離れたい。偶像崇拝から離れたい。イエス様から油注ぎが欲しい。神の力が欲しい。神の喜び。神の平安。神の、愛が欲しい人。アーメンと言ってください。アーメン。アーメン。アーメン。油注ぎは聖霊に満たされることですね。そうです。その通りです。楠山さん、その通りです。そして熱心に求めることです。昨日、金梅さんが電話してました。そうなんですが、一度もう、ちょうど寝るところで電話受け取れなかったんですね。アメン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 。天の父さんは感謝します。私たちは以前は偶像崇拝していました。しかし今イエス様に導かれてイエス様を礼拝するようになりました。その結果私たちから悪霊が出てって私たちに油注ぎが来て本当の愛、本当の命、私たちは、その人間として本当に救われました。悪魔から救われました。悪霊から救われました。どうぞイエス様、私たちを助けてください。私たちこれから、もっともっとイエス様に近づいて、もっともっとイエス様に近づいて歩めるように助けてください。今アーメンと言った人たち、祝福がありますよ。アーメンと言った人たちに祝福がありますよ。イエス様、油注ぎを与えてください。油注ぎを与えてください。もっと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 油注ぎを与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。皆さん、もっと上から来ましょう。もっと信仰的なことを求めましょう。欲望を求めてはいけません。欲で求めるのではなく信仰を求めましょう。シャロン。また夜の8時に。シャロン。シャロン。シャロン。